平均台にはフランスが入っています。セベリノです。今年のフランス選手権のチャンピオンです。166cm とこちらも大変大柄な選手です。これも前方宙返りで上がりました。ひねりました。これは後転跳び1回ひねってローリングですね。こういうジャンプのシリーズもちょっと今中断が見られたんですけれど、これがきちっとつながらなくてはいけません。前方宙返り、あった。ちょっとこのローリングは本当はどうしようと思ったんでしょうか。これは、宙返りの屈伸姿勢の宙返りを見せてそれからローリングに入るんですね。ですから完全な宙返りではなくて一回そういう空間で屈伸姿勢を見せたローリングなんですね。またやりました。この選手はこういう技が得意なようですね。この細い台の上でひねってローリングをするなんていうのは私たちの頃には考えられなかった技なんですけども、さあフィニッシュはひねりました。これも2回半ひねりましたね。166cm と大柄なセベリノですが、ひねりの技が非常に得意な選手のように見受けられます。今はただ宙返りをするのではなく、この平均台の上でもそれに2分の1ひねったりとか、はい、1回ひねったりとか、かなりもひねりを使われるようになりました ね。前方宙返りで上がりました。ここですね、こうひねってローリング、ほとんどお腹で受けてましたね。今前方宙返りも決まりました。そしてこれがフィニッシュの部分です。ロンダードから後方の1回2回、はい、半最近この技で降りてくる選手非常に多くなりましたね。